はい、朝ドラのチームさん、決めた。カメラマンの原ちゃんです。よいしょ。はい、外やな、外やな、ね、めっちゃ嬉しいわ。西成やってきました。あの、ちょっと原ちゃんさ、外嬉しいね。嬉しい、うん、嬉しいけど、なんで西成なの？ YouTube とかで、いろんな動画上がってるんですよ、西成の。あー、上がってるな。はい、で、僕中学生の時とかも自転車でここら辺回ったりとかしとったんですけど、マジで、荒れてる街なんですよ。大阪の方だったらご存知だと思うんですけど、大阪じゃなくても結構ニュースとかでもなってるんで、皆さんご存知かと思うんですけど、結構荒れてる街なんですよ。まあ、さっきちょっとだけチラッと原ちゃん見たけど、はい、まあ確かに荒れてるな。だいぶ荒れてる、そして結構ルピカの人も多くてハゲてるな、それは、ちょっと原ちゃんも帰りたいんやけど。まあまあ、何があるかわからないんで、絶対面白いこと起こると思うんで、まあ確かにな、見た限り面白そうやもんな。そう、だから中を原ちゃんと探索して、面白い店がないかとか、面白い出来事がないかっていうのを、探しながら中を巡っていきたいと思います。お、原ちゃん、ちょっとあんま土地感わからへんねんけどさ、ここどこなん？なんかすごい嫌な匂いもするときあるんやけど、言っていいか分からへんけど、こちらが見たら分かると思うんですけど、これは何でしょう？家具でしょうか？家具、僕のベッドですと思わないんですよ。ほんまに？やめて。多分一番似合ってる。いや、まあ似合ってるけど、全部これ YouTuber だから俺が一番似合ってる。いや、もしかしたら住んではるかもしれん。それ分かった。入り口なんですよ。ここが入り口なんよ。入り口からもうこれなんで、中はどうなってるのかと。やばいやろ。めちゃめちゃ気になるところがあるんで。いや、確かにな。はい、もう実際今から中入って見ていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。とりあえず一周ぐるっと回る感じ。今あれできたんですけど、思ってた道綺麗ですね。道は確かにな、かなり綺麗。道綺麗、っていうのが好印象ですね。これは確かにかなり好印象やな。なんか柄なくない、この自販機。柄ないけど50円とかや。やば、一番高くて90円で、このサイズで。スーパーより安いんじゃん。いろはちゃん、タラちゃんはやめとくわ。タラちゃんお腹弱いから食いしん坊やけど、反応せえへんやん、ピッとか言わへんで。何飲むの？やめるか、こういうの。あ、でやめるの？いや、買ってみてよ。どれなんでしょう。つぶつぶとか、ちゃんと当たりつきやん。何やん、何これ。3桁目で外れるってない。だいたい4桁目で外れるやろ。あ、ちゃんと冷えてるし。これ期限とか大丈夫？賞味期限とかあるん、こういうのって。なんかだいたいそことかに書いてんじゃん。でもまあ冷えてたんやったらいけるやろ。2022年8月って書いてる。全然いける。おお、全然いけるやん。腐ってるとかじゃん。いや、腐ってないよ。期限的に問題ない。なんかおばちゃんこうデーブケツしてるとか。いや、それはやばい。ここにデーブケツしてる。そんなことないと思う。90円ちゃんとお金払ってるし。匂い大丈夫？匂い大丈夫。うわ、めっちゃ普通。めっちゃ普通なんかい。めっちゃ普通。安いな。でも手書きやで、めっちゃ。めっちゃ手書き。めっちゃ手書きや。一気に飲んでるけど、ほんまに大丈夫なの？早く済ませようとしてない？24時間削りまくってるし。体鍛えられてるから。いや、まあまあまあ、それはあるかもしれへんけど。めっちゃやばい。へこんでもええだ。それ、へこみは関係ねえ。全然普通の味なんやったらさ、コンビニとかで買うより自販機で買う方が安いんじゃん。ほんまにコンビニ置いてたら、多分儲からないね、コンビニ。だってコンビニ見えへんかったもん。あった？角に大体コンビニあるのにさ、見渡す限りないから、もう。ってことは、これがコンビニや。これがコンビニや。じゃあ行こう。工事現場のおっちゃんとか何してるんかちょっとあんま分からへんけど、何かを工事してんねやろな。アイリン地区やからね、ちょっと盗難とかも多いってことで、コインロッカーもちゃんとあるし。コインロッカーごと盗難されてたやけどな。コインロッカーごと盗難するやつはほんまにもうすごい。やばいわ、西成の迫力に押されすぎて、カラちゃんほぼ無言。ちょっと引いてる、ハラちゃん。まだ慣れてない、馴染んでない、アウェイやわ。西成こんなもんじゃないと思う。まだもっといっぱい群がってるとこあると思うね。あ、そうなんで、俺聞いたことあんねんけど、うん、西成って、三角公園ってところあって、三角公園、そこの三角公園に結構いろんな人が集まってるっていうのに聞いたことあるから。へぇ、3畳500円。旅館って書いてんの？旅館なん？旅館、金目やって2畳2万1000円って書いてんねんけど、金目旅館が3畳500円で、ニュー金目荘が2万1000円。あ、ほんまや、下に書いてるやん。そう、ここは金目荘やねんな。そういうことね。あ、しかも電気代込みなんや。じゃあ西成にこれから撮影来るときはここに泊まるってこと？そうなん。3畳で。原ちゃんちょっと嫌。きついな。原ちゃん多分3畳使い切るもん。うん、1人で3畳。1人で3畳使うから。え、でもこんなところあんねんな。他にもなんかないかちょっと見てみようや。おもろいわ。中とかだって気になるけどな。今日はちょっと探索しに来てるから。いらんのよ、探索しよう。中入ったらあかんから、ちょっとメモっとくわ。腹減ってるしな、俺。ご飯屋さん、ほんならたどこか。はい、西成を
探検できました。うん、まだ探検しきれへんぐらい大きかったな。結構広いし、うん、まだ三角公園にもたどり着いてないし、うん、まだちょっといろんなとこ見れてないんですけど、そう、まだ分からへんわ、全貌が分からん。トムチンさんと連絡取って、うん、今からトムチンさんが来るってことで、あ、来てくれんねや、はい、うん、ルール案内してるわとか、あ、マジで、うん、言ってくれて、あ、そっちの方が心強いな、うん、ちょっともう無理やわ、西成は広すぎる。トムチンさんも西成何回も見たことあるから、うん、結構知ってると思うし、うん、まっすぐの心強いなと思ってるんですけど、うん、ここで待っててって言われたよな、キングパーキングで待っててって言われたんですけど、うん、カラちゃんここに来てからさ、おるけどまだ来てない。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。は、お、ああ、なんかぎこちない感じ。次の日会った時とか絶対挨拶する。ああ、もうこれがね、つらかったけど。西成来たんやな、ついに。西成来ました、まあ、前言ってたもんな。そうですね、撮影したらみたいな、はい、いろんな今企画撮ってると思うけど、ちょっと一個企画考えてきてて。はい、お金やん、ちょっとお金使う企画やねん。ハラちゃんがどれぐらい使う。1万円ぐらいかな。1万円か10万ぐらい。10万幅が広すぎ、幅広ないですか。1万円、まあ、1万円でいこう。1万円ある、ハゲ出してくれる。キム出してよ。ハラちゃんが待ってます。そういう仕事全部ハラちゃんなんで、撮るとかじゃないし。あ、そうそうですね、まあ企画なんで、ちょっと待ってくださいね。とりあえず1万円っていう、じゃあ、そういう仕事のハラちゃんからもらいます。はい、本物です。今回企画というか、まあ俺、タムチンからのプロデュース企画でもないけど、はい、タムチンからのこう提案の企画で、はい、もうほんまに王道な企画。お金欲しがってるホームレスにお金あげるんですか。あー、なるほどね。それもでもやりたいな。俺もでもそれやりたい。そういうのも全部渡して何使うか。俺もそれも全部ハラちゃんの仕事だから。マネー係。西成って言ったら何。公園。西成と言ったらアイリン労働センター、ね、公園、まあ労働、ホームレスとか。ホームレス。ただ西成って、はい、みんながそう思ってる人多いと思うねんけど、はい、そういう動画もやっぱ実際多いし、 YouTube 別に俺西成で中心でもなんでもないけど、はい、俺がパッて西成って思ったことはホルモンとお酒。はい、もうここもうホルモンとレモンチューハイぐらい。あ、日本酒とか、まあ、そのイメージが強かった。結構みんな持っとったもんな。そう、ヤマキとか知ってる。ちゃんとあげない。動画見たことない。動画見たことないです。お前終わってんな。いやいやいや、いろいろ見てるんですけどね、僕。まあ、終わってないんですけど。とりあえず今から何がしたいかというと、はい、まあ、ヤマキってホルモン屋さんがあるんですけども、はい、まあ、ヤマキであったりとか、まあ、ヤマキ以外にも、まあ、ホルモン屋さんあったりとか、はい、刺身が美味しいお店だったりとか、はい、牛すじが美味しいお店だったりとか、はい、食レポ YouTuber ではないんですけど、プライベートでよく行ってたんで、はい、ちょっとキムに1万円以内で西成どんだけ案内できるか企画。おー、今から飯食いに行くの。だからご飯食べに行きます。1万円でどんだけうまいもんを食えるかっていう。1万円でどんだけキムにキムとハラちゃんにごちそうできるかって。あ、ね、めちゃくちゃいい。ありがとうございます。いただきます。どんだけね、はい、どんなお店美味しいお店を。ありがとうございます。ありがとうございます。でもほんまにでも1万円って少ないと思う。いや、まあ確かに。で1万ですからね。めちゃくちゃ。お酒も飲むし、ホルモンも食べるし。めっちゃ少ない気がします。お酒飲んで3人で1万食べる。ってかなるやろ。1人1000円かかったらもう3000円、あと3店舗ぐらいしかいけん。でも1人1000円で押さえるとだいぶきついやん。だいぶきついですね。全然いける。マジですか。ホルモン何十円とかやし、お酒とかもハイボールとかも1杯200円とか。安っ。え、安ないですか。めちゃ普通に、普通の場合だったら800円とかするやん。700円するから、はい、そんなに1000円し。すごいな、そんな安いんや。だってハラちゃんバカみたいに食うからすごいもんな金。ハラちゃんはいつものペースで食ったらそうあかんねん。あ、いつものペースで食べないです。あの、いっぱい楽しむっていうところに重きを置いて、安いお店をいっぱいこう食べる、うん、はい、飲み歩き企画なわけです。めっちゃ楽しみ。いや、すごいな。だけど見ながら、あとはまあ西成の面白いとことか、まあ、ちょっと全部知るわけじゃないけど、まあ、なんか紹介してなんかこう撮れたらなと。これはめちゃくちゃ楽しみやな。楽しみや。1軒目からどこ行くかがめちゃくちゃ今楽しみやもん。今からタムチンさんがいろんなところを連れてくれるみたいなんで、うん、はい、実際に今からタムチンさん一緒に行ってみたいと思います。お願いします。お願いします。トムセリアさん、まず一発のホルモンじゃない。めっちゃ安ないですか。お願いします。ちなみや、オーナーさんかな、行けるかなと思って来たんですけど、オーナーさんはまああんまり行ってない。行ってない。店長かな、ほんなら店員。おじいちゃん行ってません。あ、おじいさんも亡くなりました。ええ、ちょっとそれちょっと動画で話してほしい。俺めっちゃ好きやってん。僕おじさんと、おじさんがいる時に僕ね結構来てたんですよ。あ、そうですか。来てて、例えばやばない、めっちゃ美味しそう。めっちゃうまそう。絶対うまい、これやばいわ。俺の
ママやぞ。ママから OK もらったけど、俺のママから生まれたんやぞ俺は。じゃあ寄ってんねん、寄ってんじゃん。あーまだちゃうぞぜー、よーし、ガチかい、よし、いったん、ちょっと撮影で。